はい、皆さんこんにちは。リバフットチャンネルのお時間がやってまいりました。お相手はマーサー川又とライです。はい、このねリバフットチャンネルは、普段ね、マーサーは水戸の FM ラジオ局 FM パルル 76.2 メガヘルツで、リバフットスタイルというラジオの、ね、15分のコーナーをやってるんですけれども、なかなかそのラジオでは言えないこととか、伝えづらいことをこの YouTube の動画にして、皆さんに送っていこうかなというようなチャンネルですので、ぜひね、10分程度の短い時間ですのでお付き合いください。というわけでですね、はい、なんかさ、Y さん今巷でさ、新選組、映画でね、はい、まあ、公開するのかな、予定なのかな。そうなんですね。そうそう、司馬遼太郎が書かれたね、本をベースに新選組という映画あるもやってる。コロナの中で、まだ公開未定でも決まってるんですね。そう、でもね、あえてマーサーは水戸学、水戸人ですから、ここでね、新選組の成り立ちとは何ぞやっていう、その入り口の話ね、それだけをしたい、もう何、近藤ハニャララとか、はい、土方なんちゃらとか、もうそっからの新選組の動きなんかもうはっきり言ってどうでもいい、どうでもいい、あ、もうほんとどうでもいい、もうちょっと、ま、もうね、新選組素晴らしいなんて言ってる皆さんね、あと何、今歴史じゃないけど結構ほら、はい、歴史好きな方いっぱいいるでしょ、はい、女の人ね多いですよね。もう間違っちゃダメですよ、あのね、何を間違ってるって言うんだ、日本史のストーリーとして筋が大事なんですよ、入り口、今日お話ししていただけるのは、入り口ですか。そう、で、やっぱりその小説としてね、ストーリーとしていいとか悪いっていうのは、それはあくまでもね、その台本の中の筋書きなので、それを見て、あるいは小説を読んで感動して、それがイコール日本史っていうふうに、勘違いをしてしまっている方もたくさんいる。だから、まずはこう、司馬史観、日本史じゃないよ、司馬史観と呼ばれるところをちょっと直していきたい。わかんない？一生懸命聞いてますよ。そうね。というわけでね、今日は新選組の成り立ちというか、用意どんのスタートのところだけお話ししていきたいと思うんですけれども、まーさんもね、ちょっと、はい、思いだけで間違ってはいけないので、しっかりとしたね、志士の形、これすごいでしょ、茨城県立歴史館の方が出しているものなんですけれども、これね、高い本買ってきてね、勉強してますよ。まあ、そこそこで早速なんですけど、新選組の誕生に関して、一文ちょっと読んでいきたいと思います。はい。新選組誕生、文久3年1863年正月、幕府の公募で結成された浪士組が新選組の母体となりました。前年1862年の12月、朝廷からの上位督促に対し、幕府は褒章の意思を伝えている。上位派の志士たちは朝廷の権威を背景に幕府を動かし、上位実行を受諾させたのである、ね、まずね、よくこう上位上位って言うじゃない、尊王上位とかって言うでしょ。そもそもが当時ね、水戸藩、弘道館は日本で一番の藩校ですから、当時ね、ですから、まあ、今でいうとこの東京大学と、まあ、例えがどうか分かんないけど、まあ、今でいうと東京大学とか京都大学とかっていう名門中の名門が水戸藩の中にあった弘道館です。で、弘道館は、まあ、水戸藩の九代藩主の徳川斉昭公、はい、徳川斉昭公がお作りになった、
反抗ですね、反の酵母、反抗ですね、ということで、でその中の一文、行動喚起の中にその尊王攘夷というそのワンフレーズがあるんですけれども、でその尊攘派志士、尊攘派の志士たちね、でそれをこう統制を図っていくっていうのは幕府の急務となっている。で、庄内藩、まあ、今の山形県鶴岡市出身の志士、清川八郎の検索、検上する作戦の、ね、計画、検索を入れて幕府は陣中報告の地の方を布告したと。陣中報告っていうのはまさしく尊王攘夷そのもの、同意の言葉であるんですけれども、幕府は栄領順法すなわち天皇の意思の実現を掲げることで、尊攘の志士を配下に抱え込み人心の起逸を図ろうとしたと。まあ、人心の起逸っていうのは人の心をまず一つにまとめようと、ね、一箇所に帰るはず、漢字で言うと帰るに一って書いて起逸って言うんですけど、はい、まあ、一つに一回ちゃんとまとまりましょうっていうことだよね。人心の起逸を図ろうとした、うん、で幕府側の中心人物には山岡鉄舟、今でいうところの茨城県の初代の知事です、山岡鉄舟、うん、がいて、その清川八郎、清川八郎とは剣術の同門。ここでいうとこの剣術の同門っていうのはこれね、まさしく先ほど言った講道館で教えていた、まあ、東部館で教えていた北進一刀流です、ね。まあ、その北進一刀流っていうのを話すとそれだけでこう10分20分になっちゃうので、でそ、まあ、清川と山岡鉄舟は剣術の同門で、こうして浪士組が結成される。でその浪士組は定員を大きく上回り、身分を超えて集まった204名の浪士は翌月に上洛する将軍警護のため将軍に先んじて入居した京都の方に入ったと。で、清川の主導ですぐに浪士組は攘夷決行の建白書を学習院に提出した。だが陣中報告を共通項に結集した浪士たちはほどなく分裂する。はい、まあありがちといえばありがち、思いの強い人たちが集まると全く一つの目的に向かってればいいんだけれども、ちょっとね、ちょっとこうボタンの掛け違いがあるだけでも、そう、熱い人たちであればあるほど分裂しちゃうんだよね。もう何も変わってないんじゃないですか。でその攘夷実行を将軍系より優先させる清川は浪士組の江戸帰還を主張した、江戸に帰ってきなさいっていうのを主張した。でただ一方で幕府からその、まあ、いわゆるその江戸に帰りなさいっていう、まあ、命が下った。でもほとんどの、ね、浪士組の大半は従ったんだけれども、将軍系の将軍天皇の警護を主張して京都に残留を決めた浪士たちがいた。このわずか十数名の浪士は京都守護職松平容保、この松平容保って非常にこう重要というか名前よくこれから出てきますけれども、会津藩の藩主ですよ。京都守護職の松平容保の配下に入った松平さん、はい、で京都守護の警備が残留浪士組の主たる任務となる。京都のね警備が、浪士組の主たる任務となる。でここでね、水戸藩尊攘派の流れを組む芹沢鴨、そして新見錦で、もう一人武蔵国玉郡、ここは今でいうとこの東京の調布市の農家出身の近藤勇が、この3人が、ね、局長ということで、身部浪士組、はい、初めて通ってきました、身部浪士組、これこそが後の新選組の
まさしくこの時に誕生したんですよね。始まりまでね。これもその誕生したっていうことで、でもさっきさ、その程なく分裂したっていうんでしょ、うんうん、これやっぱりね、ちゃんと書いた、これ実はね、本領伊佐美書簡の写し帳の一文を読むとね、老朽に結成の立役者ともいえる清川八郎は4月江戸で殺害された。なんとこれね、実はね、この本書簡ではその近藤勇は勇美か、本来であれば京都で清川ら6名にもうすでに今度ね、もう殺そうと計画されてたんですか。計画予定であったって述べてるの。これ本当にマジ今度ふざけんなよと思う。そうなんだ、ふざけんなような人なんですか。もう俺からするともうイラつく、イラつく。あれ、まあ、うん、ね、人中報告を共通項にしつつも、その、そもそもね、江戸近郊で育った近藤と、あとはその尊上の志士であった清川八郎では人中報告の共通考慮しつつも、両者の思想上の距離は決して生まれることがなかった。で、近藤勇自身が書いてるんですよ。だから本当は福田ちゃんを殺したんじゃないかなって思っちゃうよね、本当ね。そこは真実は、あ、でも分かってるんじゃないですか。ちょっとたくさんあるので前からですね、ありますよ、これね、ちょっと端をってね、ちゃんと付箋までつけて、そうそうそう、はい、あとさ、新選組のこの腕章でよく「まこと」ってあるじゃない。はい、よく見ますね。そう、いろんな人がね、水に乗せてたりするので、まことをね、見たこと、もうこれもね、なんだ、まことそのものはやっぱりさ、水戸藩のね、藤田東子先生、まことって書いてね、藤田東子っていうのは本当の本名っていうのは藤田武樹って言うんですけど、はい、誠って書いて、それはちょっとまたね、水戸学に関連したお話で、また一本ちょっと取りますけど、後でね、どっちが誠やねんっていう話ですよ、水戸から言わせると、まあそういうこと でその、まあ、新選組の前身となった身分老子組から新選組になるちょっとストーリーをね、ちょっと読んでみますね。文久3年の1863年8月18日、会津、薩摩の両藩は手を結び、京都政府から長州藩、尊攘派を、まあ、追放した。長州の方は熱かったから。で、まあ、朝廷工作によって政局を背後から運搬していた長州藩はその座を追われた。で、カバーといって、身分老子には新選組の改名がこの時に正式に与えられた。日の新選組は京都政局の中心にある会津藩の下で、東部合体上位を図る集団として位置づけられることになった。これここでもさ、新選組そのものとするとね、東部合体プラス上位を図る集団として位置づけられてるわけですから、はい、まだね、うん、まだこうなんかこうシンパシーがある状態かな、まだ。そうなんですね、ギリギリだけど、すいません、うん、で、水戸藩にゆかりを持つ芹沢鴨は長州藩尊攘派に対して好意的で、当然だよね。でこれに対して江戸近郊の農村出身の近藤は長州藩を敵視していた、うん、ね、で8月18日の政府はその後の新選組の方向性を大きく左右する分岐点、分岐点、はい、ほんとね、もう冗談じゃないんですよこれ。9月中旬の夜、近藤は局長である関沢鴨を暗殺し、
その立派を排除することに成功した。芹沢と近藤という思想的に距離のある2人は、2人局長制によって維持されていた均衡が崩れ、新選組は近藤のもとに思想的には純化されている。それは村長の志士からの断絶の宣言に他ならなかった。ないですね。だからさっき言ったようにね、後部があったりとか上位を図る一つのこう集団としてっていうところまではね、要するに芹沢があのやっぱりその水戸藩、まあ高度官水戸閣にこうゆかりを持つ芹沢家紋が局長であったことっていうのは、うん、まだ方向性としてはちょっと間違ってなかった。要するに近代化するために水戸藩を一つにまとめて、うん、まとめてから、うん、はい、外国を通しようというね。そう、うん、これがその近藤勇がね、実は農家出身というのは、実は農家がいいとか悪いじゃないですよ、うん、そのやっぱり地の交渉、身分制度がはっきりしてた、あの江戸の時にね、うん、その時代背景の中で、あの侍にしてあげるよ、うん、農家出身の者がね、そりゃあね、日本のためとか何だとかってどうでもいいわけですよ、まあ、そういうそのベースが近藤勇にはあったのはもう間違いない。で結果とすると、あら、怒っちゃったよこれ今。あ、ちょっとすチラチラチラって言えばね、この熱いところ でそれでその先ほど言ったように近藤局長の芹沢家も暗殺で、その一派のを排除することに成功で、二人局長制だったものが近藤勇になって、尊攘の志士からの断絶の宣言であり、尊攘派の志士などの、まあ、捕まえるというようなところに新選組が変化した。ねえ、熱いね。あのやることなすこと全部命がけだからね、当時はね。だからこう、そもそもあの芹沢家の殺害一件と書き上げっていうのを、これも一文読んでるけどね、これは文久3年9月、芹沢家も暗殺の経緯、芹沢は平山五郎ら水戸派の大使と共に寝室で殺害された。寝る時かな、これはあれですよ、うん、その酒を飲んでね、島原におけるの演の後、酒を飲んで寝たところに、この記事によると、うん、暗殺者は土方歳三、沖田総司、藤堂平助らと記載された。まさしく、ねえ、気持ちよく寝てたでしょ、お酒飲んでね、もう本当にね、そのやっぱり水戸からするとさ、その日本のため、まあ、朝廷のためっていうそのベースで動いている方々、命を落としながら動いている方々にちょっと気持ちを寄せると、はい、もうなんてことしてくれるんだと、うん、もう殺した者は生き返ってこないんだよって思っちゃう、うん、ねえ。でこれはね、あのこの事件は長州藩士の所領として処理されちゃった。だからさ、その死人に口なしじゃないけどさ、もう芹沢家紋なんてさ、あれじゃない、あの今のね、その司馬遼太郎とかね、あの小説とか見てるとさ、てかもう全てのこう歴史書見てるとさ、芹沢家紋なんかこう酒好きで女好きでどうにもなんないみたいにさ、どこの書物も書いてある。冗談じゃないっすよ、真実は。もう真実は、うん、まあ、だから死人に口なしだろうね。あ、そうですね。これね、一個一個1ページ、これ1ページごとねやってたらこれ本当大変なボリュームになってくるんですけど、とりあえずさ、今日のところはあのまーさんね、はい、水戸人としての思いが
ちょっとでも皆さんに伝わればと。始まりに過ぎないようですよ。本当の入り口の1ページ、うん、続きますね。大抵ね、こう日本史、近代史、現代史っていうのはそのストーリーそのものが立ち位置を180度裏から見ると全く違った局面が見えてくるので、うん、でその違った局面こそ実は真実だったりする。うん、そうですね。ね、水戸の学問、水戸学、これこそね、日本の国体、国体ってあの運動の国体じゃないからね。国の定義、認めこそ国体のベースをしっかりと表示してるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さん、また歴史に関連することもやっていきますので、お楽しみ。お相手は、マーサー・カムトと、ワイでした。それでは、また。チャンネル登録、高評価、よろしくね。